ながらこういった分野への共通理解が十分行われてこなかったという、そういう土壌でありますから、学問的基盤が十分に整っていないということで、3回目の時には、池江の先生がご参加したり、その中で女性の医療の学会自体がないよねといったような問題提起もされ、この先に残る課題、これから議論しなければいけない課題というのが随分明らかになってきたと思います。で、健康課なんですけれども、これはアフォーダブルケアアクトというのは、いわゆるオバマケアの法的根拠となっていた研究、普及啓発診療を兼ねる、束ねるその拠点で院内に置かれて、第81回自由民主党党大会にあたりまして、自民党総裁として年頭のご挨拶を申し上げます。本年も自由民主党は、日本を女性が輝く国にしていくために全力を尽くしていくことをまずもってお約束を申し上げます。で、じゃあこれはどうしてオーストラリアとかアメリカで医療費が下がったのかとか、女性の健康が本当に大切なのかというところをちょっと調べきれなかったところがあったので、ちょっとここは解決して挙げさせていただきます。この度党のプロジェクトチームということで、女性の健康の包括的支援に関するチームというのを設かすことになりました。年明けすぐ1月8日に初回を始めさせていただきまして、とにかく年度末までにこの分野の政策課題について取りまとめを行い、提言を出していきたいということで、もう非常に周りの先生方のご協力をいただいて、議論を進めさせていただいているところです。費用ごとにですね、実は関係者の皆様が、こういう問題もあるよとか、この点について議論すべきだよということで、一人また一人とですね、国内外から、問題提起をしにやってきてくださるという状況でありまして、本当にありがたかったなというふうに思います。多くの皆様方に女性の健康を包括的に支援するような制度的な基盤が整うことを一日も早く実感していただけるよう考えたいというふうに思いますので、またご協力の方よろしくお願いしたいと思います。